チャオ泡田貫広丸です。今回はですね、ランカーの方々から学ぶ S レアのサポートカードスタミナ編について今回焦点当てて話していきたいと思います。スタミナの S レアのサポートカードなんですけども、現在は絞り込みをしていきまして、 S レアスタミナで現在合計3種類実装されております。この中でどのカードがどんぐらい使われているか、今現在のトップ100のランカーの方々の育成の情報を見て統計を取ってきました。そしてこれらのカードがそれぞれ果たして何突から使えるのか、これは特に無課金や美課金の方、そして最近始められた方についてご紹介していきたい内容となっております。ほな行きましょう。はい、まずはマンハッタンカフェ。マンハッタンカフェは82人の育成で使われてました。めちゃくちゃこの貫突は優秀っていうことが分かりました。やっぱり強いですね、マンハッタンカフェで。マンハッタンカフェ果たしてどの何突ぐらいから使えるのか見ていきますと、ボーナスのテーブルを見ていくんですが、マンハッタンカフェについては1突から使えていけるカードだと思います。無課金や美課金の方にとって。ほんで1突からですね、このヒントレベルアップとヒント発生率っていうボーナスが解放されます。で、3突からこのヒントレベルとヒント発生率がレベル2に上がっていくんで、まあ、1突からが使っていきやすいカードかなと思います。で、マンハッタンカフェは貫突までいくとこのレースボーナスが 10%、 このレースボーナス 10% っていうのも非常に大きいです。他にも友情ボーナスだったり得意率アップ、得意率アップは固有でもここでついているので、自分自身のサポート効果の中の得意率と合わせても結構高い得意率を誇ってます、マンハッタンカフェは。なのでマンハッタンカフェは1突から、まあ、貫突はほんまにランカーの方々が使っている通り強いんですけども、1突から使っていきやすい、カードかなと思います。で、所持スキルを見ていると、まあ、長距離直線だったりパス上手、そしてスタミナイーター登山家と、ほんまに長い距離、ほんまに長距離ですね、長距離の馬娘の育成でほんまに最適なカードかなと思います。ほな続いてはですね、ゼンノロブロイ。ゼンノロブロイ最近八重の無敵と一緒に出たカードだったんですけども、20人で使われてました。結構思ったより使われてましたね。ゼンノロブロイについては何と突からか使えるかなと思ったんですけども、いろいろ見ていくと1突で得意率が解放されて、得意率が1突でもう30つきますね。この得意率が1突で30つくっていうのがでかいです。で、3突になるとこの得意率が60になっていくので、ゼンノロブロイは、まあ、得意率がほんまに解放されていくとどんどん高くなっていきます。ゼンノロブロイが一番特筆すべきはこのヒントレベルだと思います。普通に無突でもヒントレベルアップが2ついてます。ほんで貫突までいくと貫突で1個レベルが上がるんですけども、ヒントレベルアップ3になります。ヒントレベルアップ3になると、ここら辺の万能な白スキル数多くゼンノロブロイは持ってるんですけども、ここら辺が全部レベル4で取れていくようになります。先行や差しのスキルも持っていますんで、先行差しの育成でスタミナカード、そして技マシンとしてもゼンノロブロイ期待できて、絆トレーニング的にも練習性能悪くないものを持っているので、ほんまにゼンノロブロイは安定して、まあ、強いかなと思います。ゼンノロブロイは無課金美課金の方は、まあ、1突から使っていくのがおすすめかなと思います。ほな続いてマヤのトップガンを見ていきたいと思います。トップガンはランカーの方々の育成の中では9人で採用されておりました。なのでそこまでやっぱり多くないっていう印象ですかね。サポート効果のボーナスを見ていくと、無突1突でもやっぱりちょっと使いづらいっていう印象があります。貫突までいくとやっとトレーニング効果アップ 10% ついて、スキルポイントボーナスもあるので、さっきの マンハッタンカフェやゼンノロブロイに比べたら無突1突ではちょっと使いづらさがあると思います。レベル45まで上がっておけばトレーニング効果アップ 10% あるので、自分のスタミナ練習以外でも練習性能を上げてくれるカードなんで、そういった意味では、まあ、貫突から使っていけるかなっていう印象です。所持スキルについてはほんまに優秀なものがかなり多いんですけども、万能系のコーナー校舎だったり直線回復、直線校舎、飛行間距離も嬉しいですね。ここら辺持っているんですけども、全部レベル1なので、ヒントレベルアップ、ヒント発生率を持っていないテーブルなので、そういった意味で、まあ、貫突から使えて、まあ、ヒントっていう意味ではあまり期待をしにくいカードかなという思います。無課金美課金の方は、まあ、最近始められた方なんかはトップガンを優先的にレベル上げていくっていうよりも、
マンハッタンカフェとか全ノロブロイ、この2枚どっちか持っていったら、どっちかもしくは両方、こちらをあのサポートカードポイント割り振って優先的にレベル上げていくんが、まあいいかなと思います。ほな、今回の動画はこの辺で終了したいと思います。もしこの3枚ですね、どれからレベル上げるか迷っている方は、ランカーの方々の採用率から見ても、一番最初にマンハッタンカフェ、そして次ロブロイ、この次トップガンっていう風な順番で優先度で大丈夫かなと思います。ほな、最後までご視聴ありがとうございました。この動画少しでもいいなと思ったら、ぜひチャンネル登録や高評価よろしくお願いします。ほな、アリーベデルチ。最後まで見てくれてありがとう。動画投稿の他にも生放送とかやってます。ぜひチャンネル登録とコメント、それとベルマークみたいな通知をオンにしてくれたら嬉しいです。ほな、次の動画でお会いしましょう。アリーベデルチ。